ばんは、おみやです。今日はですね、栃木市にありますマルキン本舗さんに行ってまいりました。場所なんですけれども、国道50号線沿い、道の駅三鴨の隣、佐野藤岡インター近くにあります。埼玉を中心に展開しているお店で、栃木県は三鴨店のみです。完熟味噌を使用した味噌ラーメンのお店ということで、早速店内へ。店内はこのようになっていて、カウンター席、テーブル席になっています。メニューなんですけれども、おすすめの100年マルキン味噌ラーメンや野菜味噌、辛味噌、特製混ぜそばがあり、醤油や塩もあります。サイドメニューで揚げ餃子や鶏の唐揚げ、背脂丼や炙り豚玉丼、ネギチャー丼、ナス御用卵の TKG があり、セットメニューやお子様ラーメンもあります。期間限定で鉄鍋カレー味噌ラーメンもあります。私は100年マルキン味噌ラーメン税込み1170円と炙り豚玉丼税込み320円を注文しました。卓上には七味、醤油、すりおろしニンニク、胡椒、酢などがあります。さあ、やってきました。100年マルキン味噌ラーメンと炙り豚玉丼の到着です。豚玉丼の卵は別でついてきます。いただきます。100年マルキン味噌ラーメンですが、チャーシュー、豚バラ、味玉、メンマ、ナルト、ネギ、海苔、もやしが乗っていて、ブルーザーブロディのような迫力スープですが、とても濃厚でガツンと喉と鼻に香ばしい風味が突き抜けます。まさにブロディのキングコングキックのようなインパクト。麺は中太麺です。とても熱々でスープが絡むので香ばしさも楽しめます。豚バラですが、濃厚なニンニクダレが絡み、炙りの風味がよく、ご飯が欲しくなる味で、ブルーザーブロディのキングコングニードロップのような破壊力のある香ばしさです。チャーシューですが、柔らかくバランスがいいのですが、個人的には最初にパンチ力のある豚バラを食べてしまったため、濃いめの味が好きな私には物足りなくなりました。味玉ですが、程よい味付けで黄身の味がしっかりしています。豚玉丼ですが、卵が別皿でついてきます。卵を割り、肉に絡めて、濃いめの味ですが、ラーメンのバラ肉ほどの濃さではないのですが、香ばしさがすごかったです。反則的な味でご飯が進みます。まさに蝶野正弘のマンハッタンドロップのようなマルキンな威力。そしてラーメンと豚玉丼にすりおろしニンニクを入れて食べましたが、ニンニクマンがヒールになって暴れ回っています。元気100万倍ニンニクマンです。まさに禁断の味マルキンさんね。そういえばマルキンさんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に専用駐車場があります。おみゃーに丸に金と書いた赤い T シャツを着せたら似合いそうね。濃厚でガツンとくる美味しさで裁縫したくなりました。餃子や唐揚げにつけて食べる特製味噌マヨネーズが気になりました。完食です。ごちそうさまでした。食後にアメカアイスキャンディーをいただけます。はい、といったわけで、マルキン本舗さん、ガツンとくる濃厚な味噌ラーメンで大変満足しました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。